Oh,
戦士バトレンジャーセット組の勝ち。シャークフチャークラッシャーバイドにコンバットという段階の勝ち。All right.
Come on!
Yeah!
リー・ダミアン・サブー組の勝ち。60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、全日本女子プロレス170パンダ、堀田由美子。赤コーナーチャンピオン FMW 140パンダ、久保めぐみ。
Oh!
15分6秒、アッサンボームからの呼び方により、リッキー・フジ・ザ・グラジエーター・ビッグタイトン組の勝ち。青コーナーよりザ・シーク選手の入場です。
列お下がりください。お客様にお願いいたします。選手には物は絶対に投げないでください。選手には物は絶対に投げないでください。物を投げたお客様強制退場となります。危ないです、お下がりください。Come on!
青コーナーより大谷久勝ミスター宝庫組の入場です。
you
1977年6月11日東京世田谷体育館において一人のレスラーがデビューを果たした。天竜源一郎。マリオミラノ、メヒコグランデを相手に天竜とタッグを組んだのはジャイアント馬場。そしてその二人のセコンドについていたのが大仁田篤史であった。この日から17年の歳月が流れた。のメッセージを控え室のモニターで聞いた天竜は、俺は一回きりと言っただろうと吐き捨てた。しかし翌3月3日天竜は緊急記者会見を開いた。試合中頭をビール瓶の水で冷やしている際の椅子攻撃によって頭部を約10針縫った天竜だったが、俺が負けたやつの中に大仁田篤史の名前があることは許せんと 5.5 川崎大会出場を匂わせた。そしてついに4月7日大仁田天竜両者出席のもと調印式が行われた。調印後天竜は FMW 晴海大会の収録されたビデオをこじ開けテープを引き出してみせ、それを受けて大仁田も、もし俺が負けたら男としてちゃんとけじめをつけると負ければ引退の決意を表明した。団体の枠を超えた男と男の勝負のゴングが今鳴ろうとしている。
青コーナーより WAR 天竜健一郎選手の入場です。本日のメインイベント、ノドくん優先戦かなに電流爆発デスマッチ、時間制限一本勝負を行います。赤コーナー WAR 260パンド電流現時代、青コーナー240パンド
Yeah.
Yeah.
절대 더 잊지 말고 끌어. 여사, 여사, 어메, 어메, 어메. 안돼 돌아가. 어서 거꾸라 하지 말아서 거꾸라.